鉄道チャンネルをご覧の皆様、毎度大きにちょっぴり疲れたらゆったりまったり途中下車、どうもあーやんこと三重彩香です。さあ今回はですね、前回あの YouTube 配信あーやんのコンテンツでお届けしてきたあの栃木県の旅の撮り鉄だったり、なんかね、いろんな両毛線とか佐野線を撮ってきたんですけど、鬼怒川温泉とか、そこで土地の美味しいものとかを食べたりしたものとか、あとは特産物を使ったあのものを仕入れてきたので、ちょっとね、佐野の妄想駅弁なんかを作ってみたので、今回は妄想駅弁を皆様に、お届けしたいと思います。それでは皆様、完成をお楽しみにください。それでは皆様、今日も出発進行よろしくお願いします。どうぞ。まず一口サイズに切ったお肉をこの間に入れる。こんな感じです。さあ、この刻んだお野菜に今から調味料を混ぜていきます。で、最初に本当はね、佐野の美味しいさあのフルーツソースっていう、三葉のフルーツソースっていうソースがあるんですけど、それを使うと本番に近くなるんですが、ないので、ない場合はこの中濃ソースとウスターソースを混ぜて、代用していきます。ちょっとね、煮てほしいので、ここになんかフルーツ要素のあるものを入れたらちょっと良くなるのかな。ね、じゃあまずはニンニク大さじ2。私はこのお玉をいつもね、目分量で使っていて、大さじ2これぐらいです。だいたいもうちょっとかな、これぐらい入れて、すごい人気。あのね、もうちょっと入れるよ。本場のあっちの餃子ってすっごいニンニクがすごいんですよね。なのでちょっとたくさん入れます。で、生姜も大さじ2入れます。結構たっぷりだね。で、なんかあとはオイスターソースも大さじ2、これが1ね、これが2。なんかすごいプルンとしてます、このソース。お酒をなんか入れます。お酒が1、2。ごま油も2。すごいね、ここ入れますよ。こんないろんなものが入ってるんですね、知らなかったです。で、お醤油、これすし醤油なんですけど、これでいいかな。お醤油も2ね、入れます。塩を少々入れます。安い、g68円だって。混ぜ合わせていてね、ちょっとね、ひき肉より野菜の方が多いんだよね。佐野で食べた時も、あ、めっちゃあんなことした、餃子の皮忘れた。餃子の皮買ってくるの忘れた、買いに行かなくちゃ。ちょっと入れてきますね。ちょっと種を作って、種ができたら買いに行ってきます。よし、ちょっと種に粘りが出てきたので、これぐらい混ぜたらもう大丈夫かなと思います。しっかりと押し込んで混ぜていきます。やっぱ普段の餃子とはね、ちょっと違う。三重県の餃子はもっとこの、なんて言うんだろうな、野菜がもうちょっと少ないのかな、だからね、粘りがもっと出るんですけど、
こっちお野菜の方が多いので、ちょっとなんかね粘りが少ない気がします。でもだいぶ出たのでこれぐらいにしておこうかなと思います。餃子の皮を買う前にじゃがいもさんを調理しますね。芋フライというじゃがいもの天ぷらなんかみたいなのがすごく流行っていて、それもメッチソース味なんですけど、とっても美味しいんですよね。下準備だけしちゃいますね。で、そうしたらじゃがいもを全部一口サイズに切っていきます。の皮買ってきます。栃木県の妄想駅弁が出来上がりました。いかがでしょうか。